はい、どうも、石です。今日もクラッシュロワイヤルの動画上げていきたいと思います。今日はこちらヨッシー2のアカウントですね。こちらがまあ6600いったので、リプレイ解説、はい、上げていきたいと思います。まあこの辺になるともう皆さんもう相性悪くても全然はい分かんないですね。防衛がしっかり上手いので、もう基本的にはそうですね、自分より格上の人間ばかりですね。はい、もう7400、こちらの方はまあ格下なんですけど、そうですね、はい、まあなかなか、まあ、接戦でしたね。まあランクも1889位という結構高い数字なので、なかなか自分としてはまあ驚いてますね。結構この、まあ、始まった段階で、早い段階で6600でこの数字いったので、まあこっから上行くってなるとまたまた難しくなってくるんですけど、まあ頑張っていきたいと思います。じゃあリプレイ開始、はい、やっていきたいと思います。もうこの方も正直当たったことあります。もう覚えてるんで自分も。まあ、ただ何デッキかっていうのはもう正直忘れてるので、名前とか見た感じだったらもうこの人知ってるっていうのはもう全然はいザラにあります。でだんだん後半になるにつれて、あ、この人このデッキだったなっていうのがまあ分かる感じですね。まあトップの人同士で当たったらもう事前にデッキが分かったりするんですけど、正直自分の場合名前は分かるんですけどデッキは分かってなかったっていう感じですね。まあこれだけマルチも潜っていろいろやったりするので、まあ正直ちょっと忘れてしまう部分ははいありますね。ここはそうですね、まあヒーラー切ってもどうせヒーラーミラーあるからいいやって感じで切りましたね。相手としてはバルーンをねじ込みたいんですけど、まあ、ただこっちはライドラとトルネードがあるので、なかなか、まあ、バルーン側からするとちょっと通んないので、相性的にはかなりきついと思います。そうですね、ここスケルトンもうちょっとうまいこと使えれば、まあ、ノーダメで抑えれたかなといった感じですね。まあ、正直ちょっとアド取られてるなっていう感じをしてたので、こっちも2倍タイムになってエリゴリ展開はちょっとできなかったですね。で、まあ、こっからまあファルチ出てきたので、まあ、エリゴリ展開ですね。もうこうなるとなかなか右は攻められなくなっちゃうので、まあ相手としても結構このエリゴル展開はまあ嫌だと思います。まあやっぱりもう右側にタワー落としたいのにもかかわらず、まあこういうふうに形組まれるとさすがにはい厳しいと思うので。もうあとは付け足すだけですね。もうこれをするだけでもう止まらないですね。まあ、これは呪文がなかったから、まあ、最後付け足しても全然はい大丈夫だったって感じですね。次はペッカドリルですね。まあポイズンはこっちとしてはありがたいんですけど、マジックアーチャーとペッカがいるのでなかなかきついですね。やっぱり気をつけないといけないのは、まあ、ペッカが入ってるので1倍タイムで折られてしまう可能性がはいあります。まあ、そうならないようにこっちも頑張るんですけど、
まあそれで落とされるっていう場面が結構ザラにあります。まあ相手が上手ければ上手いほど、はい、ありますね。まあ特にあの沼ってる時とか、まあ、特にそういう、まあ、自分のミスで、まあ、すぐタワー折れちゃったりっていうのが、はい、あったりするので、まあ、ここをなんとか耐えてるんですけど、もうちょっとダメージを抑えたいなっていうのが、まあ本音ですね。ここは、まあ、ヒーラー2体出して、そこからキング起動、はい、しましたね。まあ、これは良かったです。まあ、ただ、まあ、結構エリクサー使いすぎちゃったので、まあ、防衛としては三角といった感じですかね。ただ相手としては正直、ゴールドナイト出す必要がなかったのかなとは、はい、思いますね。まあ、これで右のタワーはもう全然、はい、捨てて大丈夫です。いいですね、はい、こうなると相手としてももうあの止まらないですね。ペッカがいようが、結構こうヒーラーとライドラの組み合わせはかなり強いので、まあ、このエリキも出すんですけども、結局のところあの、まあ、ただただ時間稼ぎに過ぎないので、結局時間稼ぎしてこういう風に折られてしまうと、もうよりチャンスがなくなるといった感じですね。まあ、あの残り時間少なくてそれで時間稼ぎするんだったらいいんですけど、まあ、それでもうあの折られてしまった場合はもうよりチャンスが、はい、ないと思います。っていった感じですね、はい。もうこれは、まあ、なかなか最後ゴリ押しが通ったので、まあ良かったですね。で最後なんですけど、ちょっと変わったデッキでラバーミラーエリポンという、まあ変わったデッキですね。こっちとしては、まあ、呪文がそこまで、まあ、ない、まあ、呪文がないので、ライドラが、まあ、無双しますよね。まあ、そうすると、まあ、ミラーのライドラ出しとけば、なんとかなるかなといった感じです。まあ、もちろん、メガゴあって、あの、処理されることもあるんですけど、基本的に、ライドラ、ライドラミラー、で、ヒースピ出しとけば、あの、回復して、メガゴも処理してくれるので、まあ、ファイアーボールあるんですけど、正直、そうですね、そこまで怖くはないですね。まあ、エリクサーもトントンなので、でここでエリポン立ててきたので、もう攻めざるを得なかったですね。もうこれで待ってたらさすがにもったいないので、まあ理想としては一本折り切りたいっていったような感じです。もうこれでキング落とすのはもうよっぽど、まあなかなか難しいので、ここあとメガゴがもう手前に来てくれたらトルネード使わずに処理できたんですけど、まあ、使わざるはい追えなかったですね。これはでここまたエリポン立ててきたので、これはびっくりですね。こうなるとちょっとわかんないですね。エリクサーアドバンテージかなり取られてるので、そのエリアドでかなりゴリ押しされてやられちゃうってことが、はい、あるので、まあ、気をつけないといけないですね。
まあ、ただもうあのエリゴレの形組んじゃった以上はもうあのまあ迷わずもう攻めた方がいいですね。もう中途半端にのあの守ってもしょうがないので、ここですね、もう絶対メガゴを出してもう処理してくるに決まってるので、もうここは延命ですね。まあ、これではい、レイジ持ってた自分がまあ最後押し切ることができたといった感じです。まあ、これではい、6600いきましたね。まあ序盤はなかなか難しいんですけど、まあでもあごめんなさい逆ですね、序盤はすごい簡単なんですけど、中盤とか終盤になるにつれてトロ上がるのはすごい難しいので、まあ序盤、まあ、せっかく6600いったので、まあ、このままちょっと進みたいですね。はい、まあこっからやっても、まあ、沼ってしまう可能性は大いにあると思うんですけど、まあ、このチャンスを生かして、ちょっと最多トロを頑張りたいなと思います。はい、今日の動画は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。